それじゃあ遠征訓練始めますよ。はい。空いてる。はいみんな、ちゃんと言われたものだけ持ってきた。帝国産転移石と帝国産ゴッドポーション。危なくなったら転移石を使うこと。でも量産品だから転移先は私のところにしてるからね。あとはみんなは大事な主様の従属だからね。命の危機を感じたらこのゴッドポーションを飲んでね。この2つはなんと月下ちゃんが開発したものです。さすがですね。それ私も手伝ったんだよ。うちもやで、いっぱい失敗作を運んだよ。だよねだよね、何十往復くらいしたよね。あいれも大変なんやな、関心やわ。耳は主の邪魔しかしてないからね。当然や、あんなバカ主の嬉しがることなんてやらへんわ。それでこんな惑星に連れてきて何をすればいいの。この星をいっぱい拾った方が勝ちだよ。よその星にゴミを放棄するのはどうかと思うよ、天使。だって、主様にやらせてもらったスーパーメリオ46が面白かったんだもん。そこを参考にしたんかい、まさにリアルギャラクシー。ということで制限時間内に多く集めてきてね。一応この星は自然惑星で住民がいない惑星だから、もし生物を見かけたら惑星外生命体だからやっつけていいよ。むしろ積極的にやっつけて、一応先行部隊の仕事をもらってきてるから。めんどいな、チーム分けとかあるんかいね。自信がないならチームにするけど、耳は一番弱いんだからチームにしておけば。実際はこれくらい一人でもどうにでもなるわ。でもまあ二人の意見は聞いとこうかいね。私はチームがいいな、攻撃あまり得意じゃないから。アイレは基本補助系とか恩恵系やからね、ちょっときついかもな。じゃあアイレちゃんとコハクちゃんはペアで大丈夫だよ。やった、コハクちゃん私と一緒で大丈夫。うちもがっつり攻撃系ってわけやないけど頑張るわ。よし、それじゃあ始めるよ。優勝者は今回の報酬金をあげちゃうぞ。頑張れー。お金、欲しいもの買える？帝国で欲しいものとかないけど、耳には負けないようにしないとね。さーて、どこに行こうかな。コハクちゃん、一緒に頑張ろうね。うちらで優勝して月下さんにお土産買って帰ろうや。いいねいいね、頑張るぞ。本当月下ちゃんのところの子はいい子だね。月下ちゃんの教育がいいんだね。それに引き換え主様のところはなんで団結力がないのか。嘘やん、普通に生物おるやんけ。他のキモいな、もっとマシなやつおらんかったんかいね。見たことないけど、大丈夫かいね。大丈夫、うちならできる。おい、デカブス、うちが千切りにしてやるけん覚悟しや。うちやん、なんでいきなりバカ大きくなるんや。あかん、キモいわ、戦略的撤退や。追いかけてこんといてや、養生層のはコンプラ的にアウトやで、出されるぜ、世の中に。しかもなんやその下、何回すつか、この成熟しきっていない果実であるうちを、助けてやー。そうそう、エイリアンに襲われてる。助けてやー。耳はどうでもいいけど、エイリアンは駆除してって話だし、やっつけておこうかな。いける、助けてや、お願いや。ついでだからいいけど、邪魔だから離れてた方がいいよ。わかったー。的が大きいし、追いかけてきてる。楽勝だね。ダナトスハント。私に触れたら死ぬよ。あ、もともとこれくらい小さかったんだ。倒したん。うん、これ全然強くなかったよ。エテルは強さの概念なんやん、全然参考にならへんわ。ダナトスハント、発動から制限時間以内にエテルに触れられたら必ず死をもたらす能力、つまり鬼ごっこや、領域は鬼やけど。エテルの特性は、電脳化、と、無性の境地。電脳化は電子世界に入って情報の入手や改ざん、移動が可能。無性の境地は静止、上限の概念を排除し、永遠に疲労せず、傷を受けず、劣化せず、死なない肉体を持つ特性。己には生、相手にはどこまでも死を与える、ついたなが本領の死神。一緒に探す。うちは大丈夫やけど、エテルがどうしてもっていうなら。なら勝手についてきなよ。別に星はいらないから見つけたら耳にあげるよ。それはあかん、うちのプライドが許せんわ。そう、よくわからないな。コハクちゃん、そっちに行ったよ。任せていな、幻惑、大臣の幻。アイレ、恩恵の効果は。うん、大丈夫だよ。簡単なものだけどしっかり効果は出てる。独創恩恵、直線無敵。直線に移動中のに無敵化する恩恵だよ。その代わり動き出したら止まらないけど。え
典は幻、実体がない。やけど、ここから混沌したい、と調和したい、を複合することで一時的に実体化させることが可能や。ご注文。ご注文は歴史にすら残らなかった脆いもん。それでも一時は平民を守り抜いたもんや。はぁ、はぁ、ご秒だよ。もうそろそろやな。この門は脆い。つまり簡単に壊れる。やけどそれはおとり門。そのまま勢いに乗って入った先は、その待ち構える5つのボロボロの門の度に奇襲と穴で戦力を削いだ名もなき城の戦術。窮屈紳士序列2をもらったうちは弱くはないぜ。さすがだね。アイレちゃんの恩恵で行動を絞って、琥珀ちゃんの力でとどめを刺す。二人ともまだまだ未熟で応用できるほどの技量じゃないけど、いい感じにカバーできてるね。びっくりした、何？少ないって聞いてたのに短期間で出過ぎじゃない？せっかちゃん。でもあれは4人でも厳しいかな。エテルちゃんも、タナトシさんと、発動中は大幅に力が減少するからあそこまでいけないし。アイレちゃんは疲労、琥珀ちゃんの幻惑レベルだと威力不足、ミミちゃんはあの状態だとね。私が始末しておこう。すみません、邪悪な存在に慈悲をかけるわけにはいきません。リトリビューション。とりあえずまだまだこれからだからしっかり見ておかないと。エテル、マサ星を見つけたぜ。これで7個目や。よく川にすんなり入れるね。服が濡れるから私は絶対に嫌だけど。エテルは変な生き物の討伐、うちは星の回収、役割分担もしっかりや。私はいいけど、耳にしかメリットのない役割分担だね。うちもそこまで鬼やない。いや、鬼やけど。ちゃんと報酬金は山分けや。エテルも何か好きなもの買ったらええやん。とりあえずそこから上がったら、いつまで水の中にいるつもり。これで7個目だね。結構見つけたよね。そうやな、もう時間もギリギリやし、そろそろ広場に戻ろうや、アイレ。うん、ママに喜んでもらおう。ミミちゃんが9個でアイレ、琥珀チームが7個だね。やったー、私の勝ちだー。あう、せっかく頑張ったのに。今回は残念だったね、アイレちゃん。でも次は頑張ってね。1個あげるわ。え、いいの、ミミちゃん。アイレはええ子やから。悲しむ顔は、あんまり見たくないにゃ。それにうちもエテルと協力したしな。どうせならみんなで山分けや。ありがとう、ミミちゃん。珍しい、ミミが他の子に優しくするなんて。ミミは結構アイレがお気に入りやけら当然やと思うけどな。ミミは鬼やから相手に優しくするのがちょっと恥ずかしいんやね。ふーん、よくわからないや。うちとアイレで8個ずつ、引き分けやぜ。そうだね、それじゃあ報酬は山分けだね。お疲れ様でした。きっとこの子たちは親友になるんだろうな。いいね、そういうの。それじゃあ帰りましょう。報酬は帰ってから渡すね。やったね。その後、おのおので欲しいものを買ったらしいですよ。ママ、いつもお仕事お疲れ様。スーパーエナジードリンク買ったからお仕事頑張ってね。月下班の疲れが少しでも取れればうちらも嬉しいわ。二人とも、ありがとう。私すっごく嬉しいわ。渡してええやろか、エテル。そのために買ったんでしょ。早く渡しなよ。そうやな、うちも早う渡したくてうずうずしてるわ。さて、構えるか。なまり玉ぶち込んだるー。そんなことだと思ったわ、このロリ暗殺者。おや、本物やで、これで鉛玉を渡したるわ。こら、ミミ。ああ、泥棒、うちのやで、返せー。こんな危ないもの持ち歩くな、没収だ。だはー、アホー。気を引くためにわざわざあの至近距離で外したんだ。面倒くさいかまぶてちゃんだな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。